夫人の子供もトルクシーがペンギンだと思ってるのか。なんだか悲しそうに見えるな。だから次にやるべきことは、あの子のためにこの絵本を完成させることよ。私たちが書くのは、仲間たちの助けによって水曜王子は王国を取り戻したという話。私たちが孤独と悲しみを追い出して、世界は希望であふれているんだとあの子に感じてもらうの。これが幻想を導くということよ。僕はまず武器は書いていいと思う。王子が勇気の剣と豪気の盾を手にしたということは、現状を打破して暗闇に向かって進むと決めた証明だから。ええ、武器を書いて、他には仲間も入れた方がいいと思うぞ。今回トルクシーのそばには頼れる仲間たちがいて、一人で戦ってるわけじゃないし。仲間を書いて、他には色彩。色彩いいわね。色彩は大事。これから先の道はもう灰色に覆われた世界ではなく、色とりどりの希望に満ちているんだから。まさかこんなに勇気をもらえる絵になるなんて、素晴らしい。みんなのアイデアが素晴らしすぎるわ。幾多の困難を乗り越えて、王子と勇者たちはようやく水曜王国の入り口にたどり着いた。そこで仲間の妖精パイモンがみんなに本当の正体、女神であることを明かした。やったー、女神の誕生だ。女神は勇者たちの誠実さを大いに称賛し、褒美としてたくさんの祝福を与えた。そして王子が目的を達成できるよう願った。女神の栄光を手に入れ、王子と勇者は邪悪な巣窟に突入し、魔物を駆逐して閉じ込められた可愛い水曜を救い出した。王子様はついに王国を奪還したけれど、王冠が、ああ、王冠がまだできてないんだ。いや、王冠はそこにあった。魔物がこっそり奪い去ったんだ。悪い奴らはまだ諦めていなかった。しかし王子はすぐに王冠を奪回し、虹が再び王国にかかるだろう。ほう、その解釈は没入感があっていいな。わあ、すごい、ジュリア夫人の絵は素敵だな。ついにトルクシーと勇者の仲間たちは力を合わせて魔物たちをかっこよく撃退し、見事な勝利を手に入れた後、王冠を奪い返した。故郷に帰った水曜たちは歓声を上げながら王子を迎え入れた。みんなは再び貴重な貝殻を取り出して、かつての虹の架け橋を作り上げた。王子はこの光景を見て、おお、なんて素晴らしいんだと心の中でつぶやいた。王子は感動しながら虹の架け橋の上を歩き、一緒にここまで来てくれた仲間たちを見つめる。旅人や女神パイモン、フレミネ、そして、あれ、もう一人はと、王子は四方八方を見回したが、その姿は見つからなかった。すると突如、その人が橋の向こう側に現れる。彼女は微笑みながら歩いてきて、その仮面を外した。王子は思わず涙を流した。なぜなら、一緒に付き添ってくれたこの謎の人物は自分のお母さんだと分かったからだ。ジュリア夫人は歩み寄り、王冠を王子の頭にかぶせた。そして微笑みながらこう語りかけた。我が子よ、我が国王よ、もう永遠に孤独を感じる必要はないのよ、と。ジュリア夫人、これが最後の物語だ。ありがとう、ありがとう、みんな。
母さん、お母さんもあなたを愛しているわ。僕の方がもっと愛してるよ、お母さん。どうしたの？何が見えたの？お母さん、僕は少し眠いよ。もう寝る時間だから、また子守歌を歌ってくれる？いい子ね。もちろんよ。聞きたければずっとずっと歌ってあげるわ。ありがとうお母さん。僕、お母さんの子守歌が一番好きなんだ。これで夢の中に、水曜王国に安心して戻れるよ。この子ったら。忘れないで、お母さんはずっとあなたを愛しているわ。そうね、ここから水曜王国までの距離くらい。忘れないよ、お母さんも覚えていて。僕がお母さんのこと大好きだってこと。ここから水曜王国に行って帰ってくるくらい。お母さん、おやすみなさい。